YT さん、スパチャありがとうございます。クリッパーズはクリエイターが少なくてオフェンス重いんですかね。可愛頼みになってしまう感を感じるんですけど。いや、俺多分逆だと思うんだよな。クリエイターむしろクリッパーズめちゃめちゃいると思うよ。俺の感覚、まあハンドラーってさ、クリエイターになりがちやん。それで言うと、クリッパーズはハンドラーがめっちゃいるイメージあるけどな。ちょっと待ってね。だってこれとかさ、すごくない？まあタイプ分けをね、こう一応クリッパーズもしてみたんだけどさ、黄色がハンドラーなのよ。メインがね。一応俺の定義でタイプ分けすると、スタメンにハンドラーが4人いて、でまあごめんな、マーカス・モリス書いてるけど、ちょっとまあ今だとエリック・ゴードンとかかな。この辺はコロコロ変わりますね。まあ、マカモリ抜けてエリゴを入れても、パウエル入れても、テネスマ入れても、一応メインはハンドラーっていう。セカンダリハンドラー、シューティングハンドラー、オールラウンダーもそうだし、だから逆じゃないかな。なんかハンドラーめっちゃいるのに、そのハンドラーを全員使うっていうのはまあ無理じゃん。だからまあ渋滞しちゃう時もあるんだよね。どうしてももうネガハンドラーだとさ、ドリブルに対してボールに近づいちゃったりとか。だから実際今日の試合もね、結構そういうシーンあったんだよな。エリック・ゴードンが突っ込もうとしたら、隣にウェストブルックがそろそろって歩いてきてスペース潰しちゃうとか。まあそういう意味では、だからむしろクリッパーズはクリエイターがめっちゃ多いんだけど、そのクリエイターがまあフィニッシャーとしてティロン・ルーは使ってると。でも根はクリエイターだから、やっぱ我慢できなくて近づいちゃってスペースを潰してみたいなんで、せっかく攻めれるチャンスで攻めれなくて、オフェンスが重たくなってるように見えるっていうのと、まあ、もう一つ、まあこれが一番大きいけど、まあ、可愛い頼みになってるっていうのはもう本当にその通りで、まあ可愛い頼みっていうか、なんだろうな、まあ元から可愛いでいくって決めてたんじゃないかな。で、可愛いはなんかペリメーターで何かするっていうよりかは、スリーポイントラインから一歩二歩内側に入ってたところから何かするのが好きなわけよね。ジュリアス・ランドルとかもそうかな、多分。ああいう系ってなんか、スリーポイントラインの外からなんかめっちゃするっていうよりかはさ、ちょっと近づいたところからなんかするよね。デローザンとかもそうだけど。ああいう系って、まずそこにボールを入れるために、何かしらのアクションを起こさないといけないわけじゃん。っていうのも、ディフェンダーはさ、スリーポイントラインの中に入れさせないようにディフェンスしてるわけじゃん。抜かれないぞ、つって。これ以上押し込まれんぞ。そういうディフェンスに対して、自分のフィジカルだけで、よっこいしょよっこいしょよっこいしょヘイってやれるわけないし、まあやれたとしてもそれはそれで時間かかるわけじゃん。だから結局どうするかって、誰かが可愛いにスクリーンかけて、行きたいところ目的地に対してみんなが助け合って可愛いにスクリーンして、でようやく行けるわけよ。でも行けたからってそれで終わりじゃないわけじゃん。大事なのは行けた上でそこにパスが渡って、でようやく始まるわけよね、1対1が。だから1対1でフィニッシュするまでに、その工程がすごい長くてさ、まずガードがエントリーする、で誰かが可愛いにスクリーンかけに行く、で行きたいところに行く、で行ってからパスをちゃんともらう、でもらって振り向いて1対1する、でようやくフィニッシュできるっていう順番なのね。でこれですら多いわけだけど、でもこれって何、うまくいったパターンなのね。でも試合中はさ、うまくいかないこともあるわけじゃん。まずボールマンにプレッシャーめっちゃかけられてエントリーに苦戦しました。ここでもまず1回時間かかるでしょ。で一番時間かかるところは、カワイ・レナードにスクリーンかけたんだけど、ディフェンスがフェイスガードして密着してるから、スクリーンかからずにカワイにボールが入らない。だから誰かの助けが必要になって、ズバッチとかがハイポストにフラッシュしてハイロープレイするとかね。カワイに入らないから、もう一回誰かがスクリーンかけに行ってとかさ、めちゃくちゃ時間かかるんよ。特にプレーオフみたいな強度の高い試合になると、カワイにボールを入れるまでにすごい時間がかかるから。でカワイに入れた後何やるかって、アイソレーションじゃん。別にそっからなんかウォリアーズみたいにさ、カッティングしてとかも別にないわけよ。だからもう思いの塊だよね思いしか詰まってないよね、そこには。で時にはさ、チームメイトがなんかセットオフェンス忘れちゃって、あれ俺どうすればいいんだっけみたいな。であたふたしてるとね、時間もたまにあるわけじゃん。それもやっぱ重たくなる原因だし、そうそう、そうだから、そう、クリッパーズがどんなオフェンスで攻めてるかっていうと、フレックスオフェンスなんよ。フレックスオフェンスっていうのは、ローポストにいるカワイ・レナードに対して、逆サイドのローポストに行かせるためのクロススクリーンと、トップに上がらせるためのダウンスクリーン、2つ用意するのをフレックススクリーンって言うんだけど、そのフレックススクリーンをめっちゃ多用してるよね。でなんでかっていうと、カワイ・レナードに対してフェイスガードされちゃうから、目的地が一つしかないとやっぱディフェンスの方が有利。あ、じゃあそっち行かせませんっていうトップロックみたいなディフェンスされると、やっぱりこう無理やりフィジカルでよっこいしょよっこいしょして
行かなくちゃいけなくなる。だからフレックススクリーンでもう一枚ダウンスクリーンをズバッチのダウンスクリーン用意することでクロススクリーン防がれたらじゃあトップ上がります言うて、まあ、重たくなるからこうティロンルーはそのなるべく、まあ、もう無理なんだよね、もう何しても重たいんだけど、まあ、でもそれでも軽くなれるようにフレックススクリーン仕掛けてカワイ・レナードに一発でボールが入るようなオフェンスを組み立ててたりはするよね。でもやっぱカワイも人間だからさ、その毎回上ばっか行くのもさ面白くないし、たまにはやっぱねショートコーナー付近でボールもらって1対1したい時もあるからさ、だから上に上がらせるようなディフェンスされてるのに無理やりクロススクリーンの方を使いに行くとかねっていうのもたまにあるから、まあ、その辺はクリッパーズの、まあ、弱点というか、まあ、特徴ではあるかな。まあ、でももう仕方ないよ。ここにポール・ジョージがいたらさ、まあ、セカンドオプションが増えるから、だからサンズみたいに KD のためにスクリーンかける、でそこでもたもたしたら次デビン・ブッカーがトップ上がってくるみたいな。サンズはそういう風にしてオフェンス軽くしたりしてるんだけど、まあ、今のクリッパーズはポール・ジョージいない分そういうのがね、なかなかできないから、ユーセージパーセントね、調べてみますか。ユーセージパーセントどれぐらいなんだろうな、 35%、40% ぐらいあるんかね。ちなみにレギュラーシーズンが 26.7% カワイ・レナードで、プレイオフが、あ、でもプレイオフ 28.5% だね。まあ、めちゃくちゃ多いってわけじゃないね。まあ、一般的なスーパースターのユーセージパーセントぐらいかな。まあまあまあ、スター選手ですね、ぐらい、ね。まあでもあんだけハンドラーがいて 28% は普通に多いと思うけどな。だから周りにダニー・グリーンがいてとかレジーブロックがいてとかならさ、まあユーセージパーセントもっと高くなるんだろうなって気がするけど、周りがエリック・ゴードンでとかさウェストブルックでっていう中での 28.5% でしょ。まあ高いっすよね。